人選から上陸してさっきね王力この戦いで大勝利したんだけど、うん、あとね、ロシアは海に陸に2連敗です。でもね、ニコライ2世はめげることない、大丈夫。ここの旅順艦隊がウラジオに入港してしまえばもうこの戦勝ちだ。ちょっと前のページ戻ってもらえますかね。先ほどね、この旅順と人選とウラジオストク3つあったと言いましたけど、これはまあ叩き潰しました。でもね、この旅順は一番大艦隊だったんだけど、こいつをここに運んでしまえば、うんうん、もうね、この通称路をずたずたにできるので、ここは実はね、旅順は湾が狭いので、ここをね、連合艦隊が見張ってるんですよ、うん、24時間体制で、はい、だから外出れないんですよね、うん、こちらだったら出れるので、はい、こちらに入港させてしまえばもう勝ちだと思っていたもんですから、ニコライ2世は旅順艦隊に対してまして、直ちにウラジオに向かえと、うん、この戦海に陸に何遍負けても構わん、旅順艦隊がウラジオに入港したらもうこの戦勝ちだと、うん、いうことで次のページ、ね、というわけでこの旅順艦隊が出撃してきます。出撃した。さあこいつを叩き潰さなければいけないので、これ逃げられたらもう日本滅亡なので、うん、そこで、湧き出すこと、泉のごとして言われる天才、と言われるね、この秋山が考えた定時戦法で戦った、うん、これが航海海戦です。この航海海戦というのはちょっと2連発で行われているんですけど、この詳しい内容を示した海戦図が次です。まずね、旅順から出てまいりました艦隊ね、もうウラジオに逃げ込むことだけが目的であって、戦うつもりはないです。まあ機関がね、チェサレビッチって言うんですが、ここで、日本連合艦隊が鉄艦を発見すると、実はね、以前にも旅順艦隊は裏中に向かおうと思って出てきたことあったんだけど、この時にね、見つけたぞと思って日本連合艦隊が近づくとスッと戻っちゃう、こういうことが何回かあった、うん、そこで、またに湾内に逃げ込まれたらいかん、戦いたいというわけで、戦艦はね、外洋に誘導するために、引っ張っていきます、うん、あ、これだから12時半に見つけて、そう1時に艦隊が出てくる、艦隊が出てきたのを12時半に、発見して、ね、発見して、なるほどなるほど、で、1時頃にこうぐーっとこっちですね、うん、でだから艦隊の方に向かうと艦隊がまた旅順港に入っちゃうから、そうこっちに向かっちゃうと逃げてちゃうからね、俺知らないよって感じだった、こっち来いって、ね、こっち来いって、外洋で戦おうって、ね、なるほど、やったんですね。次お願いします。ところがさっきも言ったようにこいつは戦う気はゼロで、うん、裏地に入港したいだけなので、うん、こっち来いこっち来いこっち来いと、うん、行くと曲がってしまいます、うん、そうすると逃げられちゃ困るもんですから、連合艦隊も進路を曲げまして、で定時戦法というのは T 字型になるのを考えますからね、ロシア艦隊が逃げようとしているのを、うん、日本連合艦隊がこちらに横付きしてこうね、うん、横でこう、はい、砲弾を徹底的に撃つと、うん、これが定時戦法ですので、うん、こちらに向かって、定時戦法を作ろうと言って舵を切ります、うん、すると戦うつもりがないもんだから、またくるっと巻く、まあだから日本海軍がこう来るなと思って、そうそうそう、こっち来たわけですね。そうなんですよ、あ、はい、あの進路を塞がれると思ったもんだから、もう逃げたい進路なので、はい、またくるっと、はい、面舵を切ってしまう、面舵切った、そうするとこちらもね、いかんと思って、また面舵を切るんですが、はいはいはい、この時ね、もうすでに交戦がちょっと始まってるんだから、はいはいはい、対象を破損してます。ああ味方に当たった、そう、機関の味方の対象っていうのはメインマストなんですけど、このメインマスト当時は帆船じゃないので、はいはい、別に帆は張らないんですけど、はいはい、メインマストの中にこの砲弾の弾をね、持ち上げる、あ、ですか、あ、持ち上げるね、持ち上げるクレーンがあるんですよ、 あれが壊れちゃうともう弾が撃てませんからね、撃てない、これが破損したのが後で大問題になります。なるほど、で、まあ、とにかく追っかけます。で、じゃあ今度はこっちで定時戦法を作ろうとするんですが、うん、次お願いします。戦う気がないもんだからまたプッと回っちゃう。なるほど。ところがここでなぜかは未だに分かってないんですけど、うん、じゃあまたくるっとね、面舵なり取り舵なり取ってね、こっちに定時戦法を作らなくちゃというところなのに、なぜか
不可解な艦隊運動と後世呼ばれることになる、なんでそんな運動したのかわからんという3分間が生まれます。なるほど。ちょっと次お願いします。ここで蛇行しちゃうんですね。なるほど。この蛇行のせいでなんと30キロ引き離されてしまう。なるほど。この蛇行の時の指揮官はやっぱり東郷平八郎ですか。東郷平八郎がもちろん指揮官なんですけど、はい、それに指示を与えていたのは秋山ですので。ああなるほど。秋山のミスですこれはね。なるほど。だからこの時にどうして秋山はすぐにね面舵を取らなかったのかというのは未だに分かってないんですけど、秋山は頭が切れるから、うん、これは旅順艦隊が逃げようとしてるなと、したがって旅順艦隊の逃げる方向に T 字でかぶせようとすると、うん、追っかけっこになっちゃうからこうだっていう別のことを考えたかもしれないんですけど、うん、これね、うん、秋山自身がなぜこんなことやったってことを死ぬまで言わなかったんですよ、うん、ああなるほど。分かんないんですよね。ああなるほど。だから言わなかったということは、うん、なんかもうね言い訳のしようのない、ね、失敗を自分でしたという自覚だったのかなっていうね気はするんですが、皆さんもこれはあの司馬太郎の坂の上の雲をお読みになった人いっぱいいると思うんで、秋山実之が、あれは何のお兄さんだったかな、あの詩人じゃ俳句のね死んだ人のねお兄さんで、次男坊は海軍かなんか、あ陸軍かなんかにいて、で長男が秋山実之で、それであれでしたね、まあほとんど秋山実之の頭で日本海軍はこの頃やってたわけですね。その中心となる秋山実之、東郷平八郎の横にずっといた秋山実之がこの時何かの感じでこのぐるっと一周やっちゃったと。ぐるっと一周やるのに随分時間かかるから、その間にだいたいこの頃は石炭を焚いてて15ノットから17ノットぐらいの一定の速度ですからね。当時日本艦隊が 15.5 ノット、ロシア艦隊が最大出力14ノットね。それでまあロシア艦隊に追いつけるんだけど、だからロシア艦隊がこう言ってたら14ノットでこう言ったら日本艦隊は 15.5 ノットだからこうかぶせられるだけの速度があるんだけど、なんか間違ってこっち行っちゃってこう行かれちゃった。これが14時30分。ちなみにこれはね、うん、もう致命的な失態で、なるほど、もう日本滅亡に直結するほどの失態なんですが、実はこれも、うん、天遊だったっていうね、後から見ればですね。なるほど。この時には誰が見ても失敗なんですが、ここで失敗したこと自体が後に天遊になります。なるほど。これはまた後で、はい、どうして天遊なのかご説明いたしますが、はい、で最大30キロ離されるとなると、うん、一応日本連合艦隊の方が少しだけ速度は速いんですが、これねすでに時間なので、はいはいはい、日没まであと4時間しかありませんでした。はいはいはい。でね、日没になっちゃうと当時というか、まあ、海というのは漆黒の闇ですので、もうレーダーもないし、もう回線できません。というわけで、日没までに決着をつけなきゃいけないんですけど、うん、このたった 1.5 ノットでは日没までに絶対間に合わない。追いつかない。追いつかない。うん、もう30キロも離されちゃうと追いつかない。うんうん、この絶望感で、もうね、追われます。ああ。その時に艦長いかがいたしましょうか。ああ言った時に東郷平八郎はね、追え、全速全身で追え、しかし今から追っても追いつけません、追えって言います。しかしって言っても追え、この諦めの悪さ、この東郷って諦めの悪さで有名だったんですよね。なるほど。もう若い頃から絶対に負けを認めない。なるほど。なんか戦友とね、なんか海軍ですから、マストに掲げられてる縄、あれを上りっこして、どちらがさ天井まで行って降りてくるかっていうね、競争した有名な話があるんですよね。あの時に、東郷の方が遅かったんですが、もうね途中で、もうね、ライバルが降りてきてるのにまだ登ってると、登ってるのに俺の勝ちだなと、まだ分からん、いやもうここで逆転無理だぞって言うんだよ、まだ分からんって言って登っていく。で、おい俺降りたぞ、俺の勝ちだって言って、まだ降りてる最中だったのに、まだ分からん、いやいやもう俺降りてるからねって言ってもね、まだ分からんって言って降りて、負けだろうがって言うと、負けたって認めるんですよ。なるほど。いや今負けたじゃなくて、もう俺がついた時点で負けだよねって言ったら、分からん、だって俺が降りるまでにお前は心臓発作で死ぬかもしれない、ね、死んだら俺の勝ちだ、生き残った方が勝ちだっていうわけで、みんな呆れたっていうのがあるんですけど、それぐらいもう最後の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 瞬間まで諦めない。なるほど。でもこの根性が救うんですよ。なるほど。いや、まあ、大体
菜箸っていう人は大体あまり成功しないですよ。途中でこう考えて今どれが一番いいか。だけど大体成功する人はもう最初からそれだけ。そう、他の人が何と言うとそれ、こういうのは多いですよ。で周りの人がもう無理だっていう状態になっても、そうそう、もうそんな諦めるなんて、ね、頭にもよくいらない。そうそう、そういう人が成功する。そうそう、大体人間なんかね、どうせいつ死んだと同じなんだから、そんなねあんまり栽培したことしなきゃいいんですよ、うん、本当はね。そうそうそれ、これが2時半にもう30キロ離されて、そう、もう30キロちょっともう見えないというぐらいですからね。そうです、うん、ということで次、そして3時間追跡した時に、そう、どういうことか。ところがもうみんなね追いかけた人はね、その時にさっき対象に被弾してメインマストに被弾してたので、はい、それが全速力で走ってるともうミシ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 って、これが倒れちゃうともう砲弾が撃てない。なる。だからもうね、秋山もね、神なんか信じなかったのに、もう神に祈ったと。だからこれね、あの大将が折れなかったのは天佑であったと秋山言ってます。なるほど。ということで、もうね、みんなで、このメインマストを縛り付けたり、はいはい、ロープで固定したりとかして、はい、なんとか折れないとして、進んでるんですが、それでもね、みんな絶望的、こんな全速で折ったって、どうせ追いつかんよねってみんな思ってるんだけど、ところが、うん、3時間後、うん、日没の1時間前です、うん、敵影が見えるんです。なるほど。なんで、うん、なんで見えるって思ったんだけど、うんうん、ここで実は2番艦のレトビザンが機関が故障して、はい、このレトビザンの機関の故障が、旅順港閉鎖作戦の時の、そうなんですよ、そうなんです。あの時ね、もしね沈没できなかったことをみんな残念があったんだけど、うん、あそこで沈没していたらレトビザンいないんです。いないからね。そしたら速度ダウンが起きない、はい、そしたら絶対見つからなかったんですよ。なるほど。あそこで沈没できなかったがゆえに、はあ、でしかもあそこで多分ね、あの時の故障のせいで機関に実は水が浸水してるんですよ。ああ、なるほど。あの機関に浸水したせいで、おそらくそれが原因で故障しちゃったんですよ。なるほど。無理をして。なるほど。ロシアも必死なので、うん、全速前進できてますからね、機関が悲鳴上げちゃったのね。ああ、でね、これね、非常にね、僕はね、そういう時ってちょっと一席だけ横にしといたらどうだったか、いや、なかなかそういかないんだけど、当時の艦隊とはね、縦に並んでるんですよ。そう、だから一番遅い船に合っちゃうんだよね。そう、どういう時でも。だからその遅い船を外すのは非常に他の要因が起こるから、例えば後から出てきますが、そのね、バルチック艦隊がこう改装する時も、こう一番遅い船を外していけばいいけど、一番遅い船がずっと何ヶ月も後に着くのもまずいから、やっぱり一緒だから、せっかく16ノットがいたって、12ノットがいたら12ノット。そうなんです。でもね、うん、実はこの時にレトビザンが機関故障ってね、うん、機関に送るんですよ、うんうんうん、送る。だからもう俺を見捨ててくれ、あ、見捨ててくれって言ったんですが、この艦長ね、うん、ウトギフトがね、うん、俺は見捨てることができんって言ったんですよ。だからこの時にね、ロシアの艦長がじゃあ見捨てるって言って、うん、レトビザンを見捨てて、うん、逃げてったら、もう日本負けなんですよ。だからここで男意気を見せてくれたことが日本にとっては幸運だったっていう、ね、いや、戦争ってのはこういうもんでどんな時でもこうですよ。あいつだったら俺は一応一緒に死のうとかね、これまあいい点もある。そうなんですよね。あ、なるほど。それ実はね、これね、見捨ててくれって言ったんですけど、実は俺はそんなことできんと。なるほど。言って追いつかれたんですよ。なるほど。でもね、もうね、日没まで1時間しかない、うん、1時間で、しかも日本の使命はほとんど全滅させなきゃいけない。そう、全滅させない。たとえね、半分を沈めたとしても、うん、半分が入っちゃう、ね、半分が入港したらやっぱり負けない、日本はね。だから日本はたった1時間でこれを撃滅しなければいけないというので、うん、これまたほとんど不可能に近い、うん。ところが海戦が間もなく運命の一段という、うん、先ほどね、武田先生もおっしゃいましたけど、当時の海戦の球なんてね、当たるもんじゃない。そうはない。もう打っても打っても当たらないのが当たり前っていうね。ましてやね、その船のね、機関環境にね、当てるなんてもうね、針の穴を通すようなことで、もうほとんど不可能に近いと。私子供の頃、宇宙戦艦ヤマト見た時に、なんでね、シリーズ歌うねんって思ったもんだけど、うだ、もうね、当時はもう当たるもんじゃない。そう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 。だしね、海だからね、船がこう揺れる。揺れてますからね。揺れるからね、うん、そこから砲台を撃つでしょ。そうすると砲を撃っただけでも船は揺れるんですよ。だから
計算機もないしね。そう、あれ人間が計算しますからね。そうそう、人間が計算してね、でそれで砲兵がこうやってやって、障子合わせ、そこにいる将尉ぐらいが撃てっつったらバーンと撃つけど、それはこんな小さいよね、6000メートルぐらい離れてますからね。6000メートル離れてもうこの辺で落ちるだけなんですよね。計算して出した時には常に動いてますね。そう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 。あのまたあのこう無駄になりますが、あ、計算機のコンピューターの発達っていうのは一番最初は何だったかったら、あの第二次世界大戦のアフリカ戦線でロンメルっていうのがいて、それが戦車隊の司令官だったんだ。それでロンメルがあのロンメルの戦車隊とアメリカ戦車隊が対峙してお互いに撃つと、やっぱりね、あの戦車は砂の上で撃つとグラッとしてね、当たらないんですよ。でその計算をアメリカはとにかくドイツよりか先にしてって言って、ニューヨークに大計算センターを置くんですよ。その時にね、うん、タイガー計算機って知ってます、こう、うんうんうん、手回しの、うんうんうん、それをね、女性を何千何百人も集めてうわーっと計算して、それで砂の上で、どういう砂の上で撃った時に砲台はこっち向かなきゃいけない、どうのこうのってやって、それをね、あの北アフリカ先生に送ったんですよ、うんうん、それでまあ計算の大切さと分かって、その直後にノイマンっていうのは電子計算機の原型を作った、うんうんうん、コンピューターね、あー、うん、それがあの戦争における計算の重要さ、うん、だから今のもちろん戦艦なんかは全部コンピューターついてますからね。だから位置もこの揺れるやつも自分が撃ったらどのぐらい揺れるかも全部計算してた、まあ、当時はまあそう何十発撃って一発当たれば、そうね、もう本当に下手したら100発撃っても当たらんかった、ね、当たらない、うん、そういう状態の中で司令室のど真ん中に一発ぶち当たる、もうこれがもうね、ありえないぐらい奇跡のことなんですが、これで司令室が吹っ飛んでしまって、もう艦長ね、ウィトギフトも即死です。即死。ただ一人だけね、まだ生きてきてる人がいまして、うん、これがあの艦長のイワノフなんですが、はい、イワノフがまだ生きてたので、あ、なるほど、これはね、一人でも生き残ってれば、これがね、我操舵不能っていうね、う、この機関の命令をこっちのビトビザンにね、うん、レトビザンに移せば、うん、何の問題もない、ところがそれを電報を打とうと思った瞬間、第2弾が2発も、一発でも当たるもんじゃないとか、2連発でパンパンと飛び込んで、これで、岩野副艦長も即死と。つまりこの状態で、この機関、セサレビッチの司令室が無人状態になったということを機関の戦闘員すら知らないっていうね、状態が、奇跡のような状態が生まれる、うん、さらに奇跡は続いて、これは理由は分かんないんですけど、なぜかこれが突然、回答し始めます。あ、だからその時にソーダの人がバタッとこう倒れて、うん、そんな感じだと思う、多分。でその誰も見てませんからね。その棒があるから、うん、あ、それに寄っかかったままこう倒れた、死んで、あーってなってからからからと回ったんじゃないかという推測ができるんですけど、次といきなりぐーっと回り始めて、もうね、2番艦もね、おかしい、うん、絶対おかしい、なんで突然回答し始めたと、うん、いうわけで、意味がわからんという状態になったんだけど、でもね、もし、そうだ不能になったならば指令が来るはず、まさか一瞬で消滅するなんて夢にも思わないもんだから、これはもう何か意味があるんだろうというわけで、続きます。まず続かざるを得ないですよね。そうですね。で2番艦3番艦続いたんだけど、また奇跡が続いて、うん、4番艦が絶対おかしいと、あ、こういうことで、もうね、我に続け、何か問題があったに決まってるというわけで、我に続けという信号を打とうとしたら、その信号機が故障するというね。なるほど。そんなことあるっていうね、奇跡と偶然とまぐれと幸運と神女と定遊とね、行幸が重なるっていう感じがするでしょ、ね、うん、だから伝えられないもんだから、どん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 呪術流れつながって、もう最後尾に、ぶつかりそうになって、なるほど、これでパニックに陥ります。なるほど。これでもうね、まさに、頭を撃ち落とされた蛇の状態でね、はいはいはい、もうのた打ち回る状態で集中砲火を食らって、これで壊滅です。この17時40分が海戦の終了時刻ですか、うん、始まった頃かな、これはね。いや、だってもうこれ17時だから、もうぐるぐる回ってる頃です。あ、そうか。もうあの大体日没がこれ18時だから、ほとんど。あ、そうですね、もう日没寸前ですね、もうね。そう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 、うん、その時にこういう状態だから、ちょうど17時半に
追いついて砲弾始めて、うんうん、30分ぐらい撃ち続けて、それで前艦これ沈んだんですか。いや前艦ではない。じゃあちょっと戻ってもらえますかね、はい、うん、でここで、さっきの奇跡の一弾っていう、奇跡の一弾って言うんですけど実は二弾なんですけどね、奇跡の一弾2連発が起こって、で、実はね、機関のセサレビッチは甲州湾に逃げていって、でこれで武装解除、武装解除ですからもう亡くなったことなんですね。で、あとねこれも武装解除、武装解除で、ノービックは沈没で、残りは全部旅順港に逃げ帰ります。あ、なるほどね。だから実は逃げ帰っちゃったもんだから、ほとんど逃げ帰っちゃったもんだから、日本海軍はまだ戦えると思ってたので、うんうん、実は依然として包囲を続けます。なるほど。ところが戦争が終わってから調べてみたら、うん、もはやこれで、旅順艦隊はほぼ戦えない状態だったと。ちょっと203高地も取らなくてよかった。そうです。おお。実はね、でも知らなかった日本がね、はい、うん、まだ戦えると思ってますからね。だって旅順艦隊が、あ、違う違う、203高地を取ったか203取ったかのあと写真かなんか残ってるんですか。残ってますね、うん、結構艦隊が中にいましたよ。そういました。もうであれね、うん、もうほとんど戦えないような満身創痍だったんですよ。ああ、でも日本軍は知らないので、なるほど、何としてもあれ落とさなって思ってたんですね。なるほど、うん、だからここでほとんど壊滅同然です。ああ、ただ不幸にも日本はそれを知らなかった、知らなかった、うん、ああ、うん、っていう状態ですね。なるほど。さて、じゃあ次、はい、次行きましょう。これでいいんですかね。あ、これはあれですね、あの事件ですね。でもしあんなね、奇跡と偶然とまぐれと幸運と信条と天佑と行幸がなかったら、どれ一つかけても日本は滅亡していた。そうね。ちなみにもし日本が滅亡したらどうなっていたんだろうかということをね、なかなかみんな想像できないみたいで、ちょっとこれをね紹介しようかなと思ったんですけど、実はね日露戦争の直前に中国ね、北進事変っていうのがあったんですけど、あの時にロシアがこれに乗じて軍を出したんだけど、当時ね中国とロシアの国境がこの川沿いにあったんだけど、その川のね田舎に、ブラゴベスチェンスク村という小さな村があったんですが、ここに通過したロシア軍が何の罪もないただの村民、戦闘員でも何でもない村民をみんなこのね、川に、追い込んで皆殺しにしたという事件が起こります、うん、この事件がまあね、2万人とも言われてるけど、まあ、3000人とも言われてるんだけど、まあ、村人も老いも若きも女も男もね、皆殺し、にされてるの でそのままロシアに満州に、居座ってしまって、はいはい、もう動かない、はい、ちなみに、北京議定書が結ばれると撤退しなければいけないという項目があったにもかかわらず、うん、それを無視して居座り続ける、はい、ここに居座り続けられると日本はもう滅亡決定なので、はい、これが日露戦争につながっていく、はい、ということになるんですが、はいはい、このブラゴベスチェンスク虐殺事件が日本に伝わると、なんて恐ろしい民族だと、何の罪もない村人を皆殺しにする、あんな連中が、ね、満州から朝鮮、朝鮮から日本にやってきたら、うん、日本民族皆殺しにされるぞ、うん、というわけで、震え上がって、もう上から下まで右から左まで日本国民が結束するきっかけになった事件です、うん、だからね、あのロシアという国は昔から新しい領地を手に入れると、そこに住んでいた人たちを皆殺しにしてジェノサイドしてロシア人を植民するということを繰り返してきた国なので、そうそうそう、だからそういうこと平気でやります、うん、もうこんなんね、もう小規模な方です、うん、だから太平洋戦争が終わった時もね、あの時も日本は今北方領土、北方領土って言ってますけど、北方領土どころか北海道から東北までロシアの占領下に置こう、まあ、置かれる寸前まで行ってました、まあ、あの日本四分割説だったからね。そうそうそう、あれかなり際どいところまで行ってたんだけど、そうそう、もしあんなことになっていたらロシア何しでかしたかと言ったら、まあ、日本国民の東北、以北の日本国民を皆殺しにしてロシア人を植民していたでしょうから、そうそう、まあ、最低でも日露混血になっていたでしょうから、うん、もうね、日本国民はもうここにいなくなってます、ここにね。そうね、というね、だから僕ね先生ね、うん、こういうこと、まあ君死にたまおなくらなんかもありますよ、うん、三悪教もね、うん、まあそれはまあ弟だから、まあ、あの詩のようにまあ母親が一生懸命育ったあなたが満州で死んだらいけないって言ってるけど、うん、その戦争っていうのは
の兵隊さんがなぜ偉いかったら、兵隊さんが死ぬのは5万人だと。しかしその5万人が兵隊が死ななかったら、後ろにいる女子ども含めた国民が200万人とか500万人とか殺される。そうだから死ぬ比率から言えば、兵隊がやっぱり出てって国を守るとは正しいんだって言ってもね、全然ダメ。もうね、もうリベラルの連中とかいるんですよ、社会統一の崩れが。それがね、武田先生そういう考え、そんなロシア人はひどいことしませんよとこう来る。それでロシア人じゃなくてね、アメリカ人がね、インディアンを皆殺しにしたことすら認めない。あらね、だってインディアンって何、アメリカ人認めてますよ別に。あ、アメリカ人は認めてるけど、日本のね、あの文化人が認めてる、うん、だ本人が認めてるのに。そう、あ、そう、日本人が認めないんだ。認めない、絶対認めない。だからそのインディアンが、言葉が通じないな。インディアンが1000人ぐらいになっちゃって、よ、ご、何十万っていた、あの200万ぐらいいたかな、それはインディアンが全部殺されたと。それはやっぱり全部兵隊が負けたからですからね。だから兵隊っていうのは、あのものすごく効率がいったら兵隊に失礼だけど、兵隊が死んでくれる、まあここなんかでも、まあ満州でものすごく死ん、まあ、両陣で死んだわけだけど、しかしあれで5万人死んでくれなかったら、日本人が 何百万とか殺されるわけですよ、うん、あの当時なんかね 20% くらいって計算値もあるんですよ、予想値。おお、日本人の 20% だから5000万人いたら1000万人、そのくらいが多分日本がソ連に占領され、ロシアに占領されたら殺されると。間違いなく殺されてる、もっと殺されてるんじゃないかなと思いますよ、ね、私はね。だってあの世界の歴史を見ると、その今先生言ったように、もうそこを全滅させて入っていく、全滅させて入っていくわけだから。だからスターリン時代に、うん、ウクライナの民をね、うん、あの皆殺しジェノサイド作戦をかけて、そうそう、ほんで死死累累のウクライナにロシア人を入植させる。そう、だから今でもウクライナの東部にいる人たちはロシア人、ロシア人、西部にいる連中はウクライナ人なので、だからウクライナの問題が起こっちゃう、起こる。それと同じことがここで起こる得たんですよ、ね、そうそう、で今でもやや中国のチベットとかウイグル、もしくは内モンゴルにそういう気配があるというのは、それはもちろん今の中国が悪いんだけど、うん、ほとんど歴史はずっとそうですからね、うん、だからただ日本だけが手の力がいたおかげと僕思ったりしてるんだけど、うん、そういう皆殺しはなかったですからね、うん、せいぜいなんかどうかちっちゃい村の誰かが死んだ、殺されたとか、そのくらいだったから。もうそういうこと言うとなんか反対なんですね、日本だけやった、秀吉の担い殺しがあったって言うんだけど、そうそう、あ、例外が出てくるんですよ。例外なんかあるに決まってるっていうね。つまり本当にその織田信長のね、比叡山、あれも実際にはかなり小規模だったっていうことが最近分かってきてるけど、あったにしても規模が異常に小さい、全然小さい。もうこの、ね、大陸民とは規模がまるで違いますからね。あのだからこのプラゴベシチェンスク事件、うん、ブラゴベシチェンスク、これはある意味では日本にはプラスになりましたね。そうなんですよ、ね、だからね、うん、このブラゴベシチェンスクの村の村民は悲惨なんですけど、うん、これをやってくれたおかげで日本はね、そうそう、これは偉いことになったというわけで、そうそうそう、もう本当にね、右から左まで上から下まで、まあ、いろんな考え方の人がいるにもかかわらず結束するんですよね。そうそう、これはね、日本にとってやっぱりね、天佑であったと言ってもいいかもしれない。この頃は NHK はないけどね。いつも NHK の文句言ってるのはNHK はこういう事実をちゃんと報道すれば日本人の考えが変わるって言うんですよね。次行きます。はい、次行きましょう。で、そこで今度はね、旅順艦隊も壊滅しちゃったので、実施戦はね、そこでニコライは、じゃあ懐刀を出そうというわけで、地球の裏側にね、バルチック艦隊と書いてますかね、あのバルチック艦隊をね、大西洋からね、アフリカを乗り越えて、そしてインド洋を乗り越えて、そして、このね、ウラジオまで、入港させてやろうと目論みます。でもね、この日本までやってくる際に、対馬を通るのか津軽を通るのか、うん、宗谷を通るのかはね、実はニコライもね、艦長にもうお前が決めろと、俺が命令を出してどこそこ通れっていう。